どうもー、和歌山県住みます芸人ワンダーランドの谷坂です。和歌山県のお正月の郷土料理といえばこちら、ででん、焼き鯖。そうなん。僕の地元君野町や隣の有田川町ではお正月に一人一本焼き鯖を食べるという習慣があります。タイとかじゃないんですよね。っていうのも、の山間部ではですね、新鮮な魚がなかなか食べれなかったというところから、塩で漬けた塩サバをですね、食べるというのが、まあ、贅沢なことだったんです。でそれをですね、本来は、串に刺して炭火で焼くんですけども、私今一人暮らししてますので、なかなか炭と、串がないので、コンロで焼いてみました。それでもこんなに美味しそうに仕上がりました。それでは早速いただきます。ふわふわ肉厚、いただきます。どえらいうまーい。あのね、塩をしっかり振ってるんで余計な水分が抜けて、サバの旨味だけが凝縮された、めちゃめちゃ美味しい焼きサバとなっております。いや、炭火やったらもっとうまいけどな。それでは視聴者の皆さんも自分のお正月に食べるものを動画編集して SNS で紹介してみてください。以上、ワンダーランド谷坂でした。いや、サバうまいな。これ自分でやっても最高。あ、ええー、わ。ええー、わ。これはええわ。まっすやろ、サバ。最高、プレミアラッシュ。そっちかい。